こんにちは、安倍総理。下げてみてください。下げてみてください。傾けていただけますか。まあ、こんな程度でですね、逆球の人も軽々と扱いますね。まあ、腰痛の防止とかですね、そういうことで、やっと一つわけです。重たいな、これね。中小企業が新しい分野に出ていくとか、あと成長分野に進入するにあたって補助であるとか支援を検討いただければありがたいなと思います。まあ、今さまざまな支援の仕組みがありますが、現状に回ってない子どもがありますので、支援法の対象をですね、介護医療に広げていきたいと。弁護士の中でも僕は社会的地位の低い、その子どもとか高齢者が日本に住んでいる外国人のために活躍したいなと。それぞれ目的意識を持ってですね、グローバルな社会の中で自分の夢を目指して頑張っていきたいという話を伺って大変心強く思いましたし、我々が進めている局再生実行会議の目指している大学改革の方向は間違っていないなと確信をいたしました。